そんな現実に溺れて夢見なくなった時、それを腐るって言うんだよ。君にやっとカズチンの良さに気づいてくれる人が現れたんだって。もう少しチャンスくれねえか。あいつ悪いやつじゃねえんだよ。きっとあんたのこと最後は幸せにしてくれると思う。そんな、いただけません。いいから、これくらいさせてくれ。親友に最高の彼女ができたのに、お祝いもまだだった。ごめん。さっき殴って、マジごめん。うるせえバカ。